皆さんこんにちは。脳の関連の病気でいろいろ言ってるんですけども、まあちょっと脳のところを書きますけども、まあこうですよね。こっち、まあ正面方向向いてって右の脳をやられるか左の脳をやられるかによって、クロス方向ですね。こちらの脳をやられるとこっち方向、こちらのやつ、要は右の脳で左、左の脳で右、ここの関連は腕ですね、足から目の視神経とはこう関連しますよね。全てが関連して、例えばこちらをやられた場合ですけども、この脳の部位にも目にも来るし腕にも来るし足にも来ると、そこで大切なのが MRI、 これはちょっと大きく書くと、そのどこを V って言うんですけど、どこをやられてるかって、例えばこう脳の血管がこうありますね。で、まあ、枝葉というかこういうふうに、まあ、ちょっと図が悪いんですけど、こう出る、この太い血管のところがあると、もこれはもう無理、絶対治らないです。で細い血管のところをやられると、これは拡大すると、まあここがやられるわけですけど、でこいつが、これは死んでも絶対ダメです。大外細胞が出てきて、これがこうつながる、まあ、この、まあ、ニューロンとシナプスで言ったと思うんです。これがつながればこういう太い血管以外は再生します。例えばここの視神経がある場合、太い血管があるというのはもう これはもう非常に難しい。こっちもそうですね。こういうふうに大概来るんですけれども、太い血管がやられた場合は結構きつい。まあきついというのも、まあ回復は非常に難しいという。あとですね、足の方の回復は言ったと思うんで、手ですよね。手はですね、多分最初はこういう感じになってたと思うんですけど、でこれがこういうふうに来て、こう来て、こういうふうに行って、ここな。まあ、こういう状態からこう切ってたと思うんです。これは感知した状態ではないですからね。これはどうなっているか、これはぐーでも硬くなると動かない。これをこういうふうに直すにはどうするか言うと、多分先生のとやり方見てると、これはこういうふうに、ちょっと早くですが、こんなしますね。イリリ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 
握るようにグーッと握る、上げる、こうこれ、ね、でこれをひっくり返し呼吸するね。でこう切ってで、これはこうなるんですけども、まあ、ある時こっと、まずこれは正常だ、これはこういう感じだ、でこれは均等にいって、まあこういうふうな、こうこういうふうな、こういう感じですね。で腕自体がこう伸ばした時にどうなるかいうのは別の動画で説明しますので、それを見てください。要するに普通はこの感じってなってくるんじゃないかな、こうか、足はどうなってるかというと、もうこの足バターンバターン、こう神経がつながってないから、これが出てできないですね、完全前の。どう、まあこれがこう回った人もいるけども、まあそういう感じで、こういう感じですか。